強くなるならトミット、ボクシングトミットの富田です。今日はロマチェンコね、ワシルロマチェンコ選手のこの動き、このステップね、このステップ、こちらね、こちらのステップを覚えてもらいます。こちらのステップのやり方を公開します。はい、それでは説明していきます。で、今回は本当にね、このね、足、このステップ、足の使い方だけではなくて実際にスパーリングとか試合ね、実戦でこれを成功させるため、チャレンジじゃないですよ、チャレンジで試せるためではなくて、本当に成功させるための動き、成功させるためには何をする必要があるのか、ロマチェンコ選手がなぜこの動きの時のこのワンアクションをやっているのか、ここまでその理由まで細かく説明します。なので、これ今回の内容をしっかり覚えてもらうと、実践で成功させることができます。 100% じゃないですけどね、 100% じゃないですけれども、結構ね、高い確率で少なくとも一度はね、成功させることができるはずなので、今回最後に聞いてもらえればと思います。で、早速説明していきますね。で、まずね、ステップね、動かし方、じゃあどうするのかと。で、僕ね、ちょっとサウスポーじゃないので、オーソドックスの形で説明していきますね。まず、足の動かし方なんですけれども、これはね、以前の動画で、後ろ足のね、海外の選手のがよく使うステップね、メキシコの選手とかがよく使うステップっていうところの動画、こちらね、こちらの動画でも、説明してます。なんかね、この辺をもっとね、詳しく知りたい方はこちら一度見ていただいてもいいかなと思います。で、まあ何をするかというと、基本、後ろ足からいきます。相手に対してサイド、ね、サイドにバッと動くときに、前足からではなくて、後ろ足からいきます。なので、こっちから、これに対して、相手に対して、ごめんなさいね、本当相手がいたらいいんですけれども、これ動画って何気にしても深夜にね、夜な夜なこそこそっと撮っているので、ちょっとね、人がいないんです。なので、ちょっとこれで、ごめんなさいね、相手に対して前から行くと、結構ね、皆さんね、それっぽいことチャレンジして、前から行って回ったらもう相手がいないみたいなことで、なかなか成功できないって、これで、できないなと思われてる方、チャレンジしたけれどもできなかった人多いと思うんですけれども、前足から行って回るんではないんですよ、後ろ足からです。後ろ足から行きます。前足から行って後ろを行くんではなくて、後ろでそもそも着地、この後ろ足だけで行きます。こいつでなので、1、2ではなくて1です。ここから1、これだけ、こいつです。こいつ行きたい位置に、この後ろ足を、今だとね、ここに行きたいですね、この辺に行きたい。なので、ここまで後ろ足で行きます。そして着地するだけ。わかりますかね、これ置いて、ここに、この辺に来たなので、そこに対して、そこに後ろ足を置きに行くだけ。この時にもうね、そのまま向こうに行ってしまいたいんであれば、このね、向こうに行ってしまいたいんであれば、この後ろ足持って行って、このままで OK です。でも、相手の方を向きたいんであれば、こいつのつま先の向きを調整するだけ。つま先を、こいつを置く瞬間に、つま先をこっちに向けたら、こっち向きます。体。すると打てる体勢ですね。で、向こうに向けたままだと、こう行くので、このまま逃げていきます。こいつに対して、つま先をこいつの方、相手に対してつま先を向けたら、相手の方を向きます。向こうに向けると、そのまま相手から逃げていきます。なので、
後ろ足、後ろ足を着地させる。こいつで、こいつで決めます。こいつで決めます。この動き、動きとしてはこれです。で、これをね、実際に相手に今のね、そのままやってもね、おそらく捕まるんです。通用しないんですよ。今の動きだけをいきなりやっても通用しないんです。なので、これをやる前に一つね、アクション挟まないとダメなんです。これをね、説明していきます。ボクシングするなら、ゴッサ。はい、そしたら、今の動きね、今の動きを実際に成功させるため、実際に通用するためには、何をするべきなのか、何をする必要があるのか、これを説明していきます。ここはね、めちゃめちゃ重要。なので、ここから、今からお話しする内容は、完全に有料級の話になります。で、当然、この動きだけではなくて、これはね、ボクシング全般、基本的に、いろんな、ね、動き、成功させるために必要な考え方、このね、考え方を身につけることで、他の動きもね、通用したりとか、他のパンチ当てやすくなったりとかする、まあ、そういうね、基本的な、めちゃめちゃ重要なもののね、物事の考え方、になってくるので、ここでぜひしっかり聞いていただければと思います。で、何をするのか、今言ったみたいに、いきなり相手に対してこっちに行こうとしても、相手も見てるので、こっち相手もこっち見ているので、当然こっち行った瞬間に、こっちに来た瞬間に見合わせてきます。もしくはまあ外してきます、当然ながら。で、それをさせないためには何をする必要があるのか。みんななかなかやっぱりいきなりこれをやろうとするんですよ。なので通用しないんですね。まず1個挟むことがあります。まあ、これね、もう一回ちょっと動画見ていただきましょうか。こちらね、ロマチェンコ選手の動き。こちら。これね、見てもらったら、必ず1個前にこの動き挟んでます。これね、これ何やってるかというと、まあ、見ていただいた通り、まず、逆の手でフェイント入れてます。まず逆の手でフェイント入れる。で、フェイント入れてこっちに気をそらせます。こっちからの攻撃なのかと気をそらさせて、こっちを向かせます。そしてこっちに対する体の反応をしているので、こっちに向いているので、こっちの動きに反応できなくなります。なので、いっぺんこっち向かした上でこっち取ります。するとカウンターも反応もできなくなります。で、これはね、他のいろんな動きもそうです。フェイントであったりとか、相手をこっちに来させたくないなとか、相手にこのパンチ打たせたくないなって言った時は、いわゆるこういう発想をします。今回だとこっちに行きたいので、こっちに意識をそらさせます。意識がこっちにそれたということは、こっちに対しての反応、体が反応、こっちに対する警戒反応をしているので、こっちの動きには対応できないんです。無意識にね、この人はもう無意識にこっち体勢に入っているので、なのでこっちに反応できないんです。なので、そのためにこれが必要。そしてこれをやった上で、こっちを見た瞬間、こっちに行きます。で、もっとさらに言いますね。いきなりこれやったところで、引っかからないです、このフェイント。あくまでもその前に事前にこちらからのパンチを 1、2回ね、割とちょっと強烈なパンチ、警戒せざるを得なくなるようなこちら側のパンチを 1、2発打っとく必要があります。 1、2発打っとく必要があります。打っとく必要があります。これは、当てる必要ないですよ。ガードの上からでもいいんで、割とどっかね、割と安全なタイミングで強い。なので、この安全なタイミングで打つ、これを安全なタイミングで打つためにも、何か別のフェイントを、これなんせ連動していくんで、別のフェイントを入れた上で、こっちに警戒させた上でこっちのパンチガーッと打っておきます。で、こっちのパンチ警戒しだします。このパンチ割と強いの、大振りだけれども強いの来るなと、すると警戒するので、そしてこのね、このオーバーハンドのこの動きをフェイント、こっちフェイント反らせて、この動きを何分1、2回やった上でこうやる。すると
このオーバーハンドが来ると思ってこっちにそれ気がそれるのでそこにこっちに入る。するともう完全にこの位置後手です。こっから後手に回ります。なのでディフェンス一辺倒になります。こっから一気にチャンスが生まれます。なので考え方としてはまずね、何か相手が警戒せざるを得ないようなパンチをまずしっかり打っておきます。その上でそれを次からは警戒しているのでフェイントを仕掛けていきます。すると警戒しているパンチのフェイントが来るので動きが止まります。そこを逆サイドに動いて攻めていく。これで有利に戦っていくことができる。なのでここを覚えてもらった上でまずね、段階的には攻撃ね、こっち左とね、左ジャブとか、まあ、オーソドックスなんで、ね、ローマチェンコはサウスポーですけども、まあね、オーソドックスの方はオーソドックス、サウスポーの方はサウスポーの方で、前の、ね、手で、こちらでやっておいて、その上でこれの、ね、フェイント引っ掛けたいので、こっち警戒してる中で、こっちのフェイント入れて、こっちの右、強いマッチです。するとこれを警戒今度しだすので、今度はこっち。するとこのフェイント引っかかるので、こっちに動く。この流れですね。これはね、逆だろうが何だろうが一緒ですね。全部一緒。こっちに行きたいのであれば、こっち強い左角とかをバーン打っておいて、打っておいて、で、こっちにフェイント。フェイント入れて、こっちに動く。一緒です。やるのと一緒だ。まあ、そうやったらいった形でやると、あえて揺さぶられるので。なので、ここを覚えてもらうことによって、かなりこういう動きも成功させることができますし、戦いをね、有利、相手を後手に回らさせる。まあ、こういった形のね、戦い方、自分のペース、自分で相手をコントロールすることができるようになるので、ぜひ、ね、この動き、覚えてもらえればと思います。で、ちなみにね、さっきのね、こっちからの動きがなかなかね、この動きがなかなか難しいなと、何回やってもなんかしっくりこないなという方は、ちょっと先に、ね、こいつ動かしても大丈夫です。さっきにこいつちょっと行ってから行っても大丈夫です。グングンってやってたら遅いんで、トントントンですね、行ったら。これじゃちょっとこいつ行って、この時にこの頭でね、この頭元ちょっとこっちに行って、で、こいつを軸に持っていったらやりやすいはず。こいつを軸に、体をね、ブラーンと持っていったらやりやすいはずなんで、こいつでまずね、軸を作っちまって、で、こいつで引き寄せる。こいつを持っていって、こいつで引き寄せる。こいつを持っていって、こいつで引き寄せる。すると、スムーズに動きやすくなる。まあ、そういった形なんで、これだけでいきなりね、やるのがやりにくいという方は、ちょっと先に持っていくのが大事です。まあ、これは、ね、ある意味その空手のね、継ぎ足のような、こっちまず動かして、それに積もっていくような形になるんで、まあ、そういった形でもね、大丈夫なんで、空手とかされてた方で、継ぎ足とかの動きをね、されてた方は逆に、こっちから行った方がやりやすかったりすると思うんで、まあ、これでね、一度試してもらえると思います。はい、以上ロマチェンコのステップワークのお話をしていきました。で、今回ね、特別ね、ちょっとね、詳しくもう実際にどうやったら通用するのか、実際に成功させるための動きの方法、ここまでお話ししたんですけれども、普段はね、もう本当に簡単な動きのやり方ですね、パンチの打ち方、フォーム、足の動かし方、まあ、こういった基本的なところのお話をこの無料の、ね、YouTube の方でお話しさせていただいております。で、今回の内容だ、なので今回の内容、本当はこの10月から2020年10月からメンバーシップ会員、この YouTube のトミットのメンバーシップ会員募集させてもらうんですけれども、そこでね、メンバー限定でのお話に、メンバー限定の動画にしようかと思ったんですけれども、ちょっとね、今回特別に無料で公開させてもらいました。なので、まあ、いわゆるこの10月からのメンバーシップの中ではこういった内容、今回の動画のような内容だったりとか、まあ、今回の動画以上の、ね、内容、どんどんメンバー限定で公開していきますので、そちらの方ね、ぜひね、一度気になる方、10月からですので、一度ね、覗いてもらえればと思います。で、この他にもたくさん動画の方配信しております。ぜひね、ご視聴よろしくお願いします。いつもありがとうございます。トミットのトレーナー、トミタでした。